競馬ファンの皆様、こんにちは。こんにちは。競馬ブック DM トークの時間がやってまいりました。今回は1月17日日曜日に中山競馬場で行われる第61回京成杯の展望をお送りします。競馬ブック三好局で主に編集業務を担当している和田昭雄編集員の解説、そして研究ニュース藤原の進行でこちらをお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、和田さんはもちろん今年は初登場、はい、そうですねということで、あの遅ればせながら明けましておめでとうございます。本年もくれぐれもよろしくお願いいたしたいと思います、はい、さあ、その和田さんと一緒にお送りいたしますのは、はい、京成杯、まあ一勝馬による争いでございますが、そして豊かな面々が揃ったという印象、また返信のジャッジの方はね、どうなるかというのはお楽しみにしていただきたいと思います。その展望の前に、先週の結果発表に参りたいと思います。先週三好局からはフェアリーステークスの展望をお送りいたしました。出演した研究ニュース藤原 TM はシャドーファックスに本命を打ちましたが、これが残念ながら9着。また、競馬ブック山下チームは、テンハッピーローズからの馬単を推奨しておりましたが、こちら本命は4着で、共に外れと。いやー、ちょっとですね、この藤原と山下と当たんないですね、ほんとね。もう、ほんとに。よく言っときますんで。ほんと大変失礼いたしました。はい、今週はちょっと私当てたいと思いますし、はい、ダブルでね、当たれば最高なんですけれども。そうですね。今週はちょっと巻き返したいというところであります。以上、先週の結果発表でございました。さあ、ここからは京成杯の展望に入ります。まず、競馬ブック当日版のレース単票。こちら、和田さん。波乱含みとなっております。まあ、何しろ全馬一勝馬ですよね。はい、はい、そうです。京成杯でこういうケースはなかったんじゃないかという気もしますし、うん、訳が分かりにくいレースになってる感じなんですね、近日は、うん、近年はあ、ははあ、何しろ休み明けの馬が走らないですとか、うんうん、未勝利新馬勝ちの馬が走るですとか、うんうん、2000メートルっていう距離に明けさの栽培が走るわけですから、はい、それなりにキャリアがいるのかなと思わせておいて、うん、はい、そうでもないと、うん、にもかかわらずこの5年ぐらい人気馬が上位を占めるという、はい、そうなんです。キャリアが浅いんですけれども、そうなんですよ。人気、何が何だかわからないっていうつかみどころがないと言いますか、うんうん、単純に当たり前じゃないかって言われそうなんですけど、要するにその先物買いでもって人気になっている馬が力を出してるということは言えるんじゃないかなと思うんですね。はい、そう思いながらなんですが、今年のメンバーは、なるほど、ちょっと厄介ですよね。なるほど。新馬未勝利勝ちの組の時計がですね、はい、特にこう突出した馬がおりませんし、うん、そんな中から何を選ぼうかという話になってきますよね。やはり波乱含みというこのレースカットがしっくりくるメンバーというところでございますね。はいはい、さあ、レースが行われます中山芝 2000m、 こちらの競馬ブックのコース解説です。スタート直後が上り坂で先行馬のペース配分が難しく展開が鍵になる、追い込み場は不利ということなんですけれども、まあ、その展開面もね、なかなかちょっとつかみどころが難しいメンバー構成でございます。さあ、それでは和田編集員の予想印の方を発表させていただきます。本命がタイムトゥヘブン、対抗がグラティアス、黒三角テンバガー、4番手プラチナトレジャー、以下タイソー、アクセル、ラカント、7頭印をいただきました。はい、前走未勝利勝ちした直後でございます、はい、タイムトゥヘブンですけれども、こちらの本命の根拠は、とりあえず中山の 2000m で勝ちましたと、はい、そうですね、前走勝ちましたということを重視してみようかなと思いました。はい、今の馬場が合っているんだろうというようなことも踏まえまして、はいはい、デビュー当初もう見るからに ふざけて走ってたところがあったんですが、前回チークでしたっけ、そうですね、チークをつけたところを一変しまして、はい、馬の状態自身も良くなってたんだと思うんですよね。はい、っていうところで余力を残した感じでの楽勝でしたので、うんうんうん、先々というようなことを考えますとね、はい、いいのかなというふうに思いました。こちらは厩舎談話の方にも、ね、書かれておりますが、遊び遊び走ってそんな感じでしたよね。確かにそのゴール前なんかもちょっと北村ジョッキーが無知を入れたところでちょっとよれたりするような若さと言いますかね、はい、そういう見せながらも終わってみれば8馬身差でホップフルと、これがコンマ2秒差ですかね、はいはい、勝ちタイムが、しかも、まあ、戸田厩舎ということでお母さんキストゥヘブンですからね、はい、やっぱり厩舎ゆかりの血統ということで、うんうん、でね、担当トラックマンにちょっと話聞いてもやっぱり勝ってクラシックへというふうに、はい、
本当にその小川さん先ほどおっしゃったようにね、ホンチークつけて、あのそういうのまだ遊び遊びとは言いながらもですね、はい、力を発揮したらこの前の楽勝だったということで、こちらは買ってクラシックへという、器、先物買いというにはぴったりかなという一頭でございます。 そして、対抗こちらグラティアスですね、こちらも関東馬ですが、はいはい、先物買いということで言うと、よくあるのはこれもそうですね、全く危なげないと言いますか、それでいて余力も残した感じでの勝ちっぷりでしたし、はい、まだまだ奥がありそうな雰囲気を持った勝ちっぷりでしたんで、はい、まあ、何しろ時計がですね、あの平凡すぎるので、その時計をあまり意識しすぎると買いようがない馬なんですが、なるほどなるほど、その分こうもしも人気がないんであればっていうようなことですね、ただまあルーメール騎手になりましたので、そうですね、継続騎乗で今回もという、はい、はい、人気にはどうしてもなるのかなと思いますけれども、はい、その休み明けということなんですけれども、研究流の競争トラックマンにちょっと遠い切りを見た印象、感想を聞いていました。暮れの12月31日に南ウッドコースで5ハロン65秒台をマークいたしまして、まだ1週前には6ハロンから高度計をマークと、上質な傾向を十二分にこなしてきました。身のこなしは滑らかで躍動感もたっぷりと、自分からこう前へ前へ出ようとする感じで、いい状態でレースを迎えられそうですということで、この休み明けというのには特に不安はないかなというところ。あとこのルメール騎手が騎乗した前走新馬勝ちという馬が実は2年続けてこのレース連帯しておるんですね。ラストドラフト2019年、それから昨年がスカイブルーということで、傾向に逆らわないとすれば、まあ3年連続の構想っていうのは十分考えられるというところ、もちろん先物買いの一頭ということでは素質はね十分秘めているということで、そうなんですよね。はい、この週刊誌の方には傾向というのが載ってるんですが、中10周以上開くとですね、このレースあんまり良くないんですよ。あ、なるほど。 なので、っていうところはあるんですけれどもね。あ、なるほどなるほど。まあ、それでもちょっと魅力があるかなというところで、対抗、本命まで行ききれなかったんですが、対抗ということでさせていただきました。さあ、そして3番手評価、関西馬天馬がですね、まあ、何しろデビュー戦で1、2着した馬がもうオープン勝ってるという、ダノン・ザ・キッドなわけなんですけれども、で未勝利を勝った時の2着馬も、もう未勝利勝ってますので、レベルは全然低かったとかっていう感じではないんですね、未勝利勝ちも。小倉で初勝利を挙げまして、そうです、ね、今度輸送になりますし、関西まで、その点がどうなのかと、これもそれこそ潜在能力を買うにしても、若干マイナス面も同居かなということですね。それでしたら、4番手に挙げましたプラチナトレジャーですね、こちら関東馬です、これがまたですね、東京スポーツ杯の4着は相当に内容がいいですし、じゃあこの勝ったナノンザキットじゃないかという話になってしまうんですが、これはでももしかしたらもっといい下馬になってたんじゃないかと思わせるところがありましたので、対ダノンザキッドに関して言いますね、天馬川の方は、新馬戦で仕上がりの差もあったんでしょうけど、ダノンザキッドのとの比較で言えば、プラチナの方が上だという気もしますので、これはもしかするとまとめて任せるかなっていうぐらいまで注目しています。東京スポーツ杯は4着と敗れました、コンマ4秒差ですから、そうですね、もうこれいい経験にこれがなっていればまとめてと、そうですね、いうことも考えられるというところでございます。さあ、以上4頭話を聞いてまいりました。以下、タイソン、アクセル、ラカンと、あの4文字場面3文字場面の動きが、ね、続いておるんですけれども、タイソンあたりは、いかがでしょうか。2000メートルの勝ちというものを、経験して勝って、アクセルもそうなんですが、アクセルは1008ですけれども、その辺で経験っていうのはいるんじゃないかなとやっぱり思いますので、その距離の経験というのは特にそうですよね、そこら辺にということですね、さあ、和田編集員に京成杯の展望をしていただきました、さあ、気になる買い目の方ですけれども、こちらはコマーシャルの後です。コンビニスーパーで競馬ブックプリント。それでは和田さん、馬券の方は京成杯どのように買いましょうか。馬連で、印通りですね、3番6番タイムトゥーヘブンから3番6番、当番、
2番ですね、はい、で9つ番の11つ番ということになりますね、馬連で、印の残り6頭で6点ですね、はい、こちらはやはりブラティアス天馬があたりを太めにという感じでしょうか。そうですね、はいはい、プラチナ派もちょっと厚く買ってみたいかなというふうには思いますね、はい、なるほどなるほど、グラティアス天馬がプラチナ、それじゃあの3頭厚めにという、はい、馬連、はいはい、流しというフォーカス馬券のフォーカスいただきました。先日ながら、私もちょっと予想の方を簡単に紹介させていただきます。私本命は大層にいたしました。大層じゃないんですねこれ。はい、そうですね、馬名大層ですね、失礼いたしました。ずっと私大層大層というイントネーションが大層でございますね。はい、はい、その大層なんですが、非常にあの飛びが大きな馬でして、デビュー戦3、4コーナーに向いたところでね、鞍上がちょっと仕掛けながら直線に向くというところだったんですが、まあ、そこからねじわ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 どん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 加速していって、終わってみたら後続に3馬身差をつけていたということで、まあ、たとえこれは重賞でもあの強気のレース運び、はい、積極的に仕掛ける、多分待たずにね自分のタイミングで仕掛けるという形で抜け出してしまったら、これ簡単には止まらないんじゃなかろうかというふうに考えました。そのためにあのゲートが非常にまあ先行するためにはね肝心なんです。で初戦がね確か大外枠だったんです。で今回は2番枠で、周りに馬がいる状況ですね。でしかもあの、まあ、1コーナーまで距離があるとはいえですね、まあ、この中山も初めて、もちろん初めてなんで、まあ、スムーズにスタートを切っていただきたいですし、やっぱ輸送して平常心で落ち着いてレースにまず臨むっていうことが、構想には絶対必要不可欠なことだと思うんで、まあ、これパドックはちょっとね要注目というところなんですが、和田さん先ほど触れられたんですが、はい、実はこの京成杯ちょっと傾向は変わってきておりまして、はいはい、4年続けて未勝利新馬勝ち後の馬が連帯ということで、一勝クラスですとかオープン特別重賞を使ってきた馬ではなくて、まあその以前よりも2歳オープン重賞の選択肢がやっぱ増えた分、この3歳になってですね、各馬使うところがばらけてきたので、この初勝利後という馬でも十分勝ち負けできるというふうに変わってきたのかなという傾向が、うん、ふうに私も思いまして、この大層もまあ新馬勝ち後なんですけれども期待したいなというふうに思います。馬券の方は大層の単勝と、こちらを三連複の一等軸でこちらから印の6等へ流してみたいと思います。15点ですからね、単勝と三連複一等軸流しを買いたいですね。はい、こちらで勝負いたします。以上藤原の予想でございました。さあ和田さん、再び無観客開催となってしまいましたね、まあ、これは仕方がないことなんですけれども、まあ、願うのはもう中央競馬がやはりスムーズに開催が進んでいくことということで、まあ、自分たちもできること、対策をですね、しっかり皆さんと一緒にしていって、ご自宅でね、開催を楽しんでいただければというふうに思います。そのともに、競馬ブック、研究ニュース統一版、それから週刊競馬ブック、また競馬ブック、スマートウェブなどのサービス、こちらの方もね、ご活用いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、競馬ブック TM トーク、今回はこちらで以上になります。次回もどうぞお楽しみに。本日はご視聴いただき、ありがとうございました。ありがとうございました。